寒い国から帰ったスパイは、マーティン・リット監督による1965年のイギリスのスパイサスペンス映画。ジョン・ルカレの1963年の小説、寒い国から帰ってきたスパイを原作としており、ポールデーンとガイトロスパーが脚本を執筆した。東ベルリンに浸透していたイギリス秘密情報部の協力者リーメックが射殺された。 秘密情報部ベルリン代表部のリーマスは、ロンドンに呼び戻され、ベルリンでの協力者暗殺は、ナチ党員で現在は、東ドイツ情報機関の幹部となっているムンとの命令によるものだと聞かされる。リーマスは秘密情報部長官から解雇を通知されて、叫びたりのだらしない男となり、図書館の整理係として、再就職し、 そこで働く英国共産党の党員ナンシーと接触して恋仲となる。しかし、リーマスは食料を品店の店主を酔った勢いで殴ってしまい、警察に逮捕される。釈放されたリーマスはナンシーと再会し、その後、犯罪者の生活再建支援を行う男から接触を受ける。その男は東ドイツの協力者であり、 リーマスは秘密情報部幹部のスマイリーの自宅に向かい、そこでコントロールと接触する。コントロールからムントの排除を命令され解雇されたように偽装していた。リーマスはその情報を知った東ドイツの情報部が自分を二重スパイにしようとしていることを伝え、コントロールは東ドイツに渡り、ムントの右腕フィードラーと接触するように命令する。コントロールは ムントと対立していたフィードラーを利用して、ムントを二重スパイとして告発させようとしていた。オランダを経由して、東ドイツに渡ったリーマスは、フィードラーと接触して、彼から尋問を受ける。リーマスは、東ドイツに二重スパイがいて、情報をイギリスに流しているとほのめかし、フィードラーは彼から得た情報をもとに調査を進め、ムントの関与を疑うようになる。 フィードラーの疑念が高まった頃、出張先から戻ったムントは、リーマスとフィードラーを拘束するが、フィードラーが、事前に、東ドイツ幹部会に密告していたため、逆にムントが拘束されて、サモン会にかけられることになる。サモン会の場でフィードラーはムントを弾劾し、リーマスからの情報をもとに、イギリスが、国外の銀行に送金した現金をムントが、引き出していたことを公表する。 これに対し、ムントンの弁護士は、証人として、ナンシーを呼び出す。党員交流の一環で、ベルリンを訪れていたナンシーは、弁護士から尋問を受ける。そこで彼女は、リーマスが、面識がないと話していたスマイリーから現金が、振り込まれていたことなどを話してしまい、リーマスが、イギリスのスパイであることが露見してしまう。リーマスは、ナンシーを助けるために作戦を、白状してしまい。 ムントは無罪となり、フィードラーは出生欲からスパイの策に乗せられたとして処刑される。リーマスとナンシーはスパイ容疑で逮捕されるが、その日の夜にムントによって助け出される。ムントの用意した車に乗り込み、スマイリーが待つベルリンの壁に向かう途中、リーマスは作戦の真相を悟り、ナンシーに伝える。ムントはイギリスの協力者であり、 その事実に気づき始めていたフィードラーを排除することが目的だったこと。今後ムントに疑いの目が向けられないように彼が罠にはめられたことを演出するために偽の作戦を命令され、ナンシーもそのために利用されたことを語る。ナンシーは非常な策を非難するが、ディーマスはスパイはこういう汚い仕事だと反論する。協力者の手引きで二人はベルリンの壁を越えようとするが、 警備兵に見つかってしまい、ナンシーが射殺される。それを見た、リーマスは壁を降りて、彼女の遺体の前に立ち尽くし、同じように警備兵に射殺される。カッコ内は日本語吹き替え日本語吹き替え版、初回放送日1973年4月23日、月曜ロードショー。ありがとうございます。